仏教地積み総合委員台北分院。仏教地積み総合委員は、中華民国カレン市にある地積み基金会が運営する総合病院。1986年に地積み基金会の尺小源が、医療の遅れた台湾東部の地域医療充実のために設立した。この病院はそれまで徴収されていた保証金を初めて廃止し、 これに啓発された衛生所も各地の病院に働きかけて保証金の徴収を止めさせた。1966年に地積基金会を設立した尺証言は貧困が病から来ることを事前活動の経験の中から満たし地域医療の充実を考えるようになった。また、弟子の父親の見舞いに病院に訪れた際に先住民族の患者が 保証金を支払えずに手術をせずに帰郷したのを見たのもきっかけとなった。そこで1972年に地積見貧民正義新書をレン市に設立した。1979年5月に尺証言は静止症者で行われた地積基金会の月例会議の席上において仏教地積総合委員の設立を提案した。建設、運営費用が あまりにも多額であったため、基金会のメンバーは、実現不可能として賛成しなかったが、釈証源は自ら寄付金集めに奔走するなど、計画を進めた。1980年10月19日に、台湾省主席の林洋港が省者を訪問して、釈証源と面会して、計画に賛同し、3日後の22日には、小警国総統が訪問し、 同計画を承認した。1984年2月に用地を買収し、台湾省主席の李陶輝の隣席の下着工した者の,の軍部の横槍で土地が没収され、内政部長に昇格した、林陽光の圧線と地元市当局の協力により、河連駅前の土地を再買収し、4月24日に着工し、1986年8月17日に、 落成した。その後、1989年に看護師養成と、地元先住民族の女子教育のために、地ズ看護専門学校を設立し、1994年に、地ズ学院を設立した。2001年には、台湾東部の第一級医学センター委員に認定された。自由電子法。 大中時いつき無償森市域保護園初土費、アーカイブド2012年11月2日、アットザウェイバックマシン。ありがとうございます。